バカって泣きで、底辺はやめちまえ。そう言い放ち、女上司の鈴木ひろみは、身に覚えのないミスを、俺のせいだと社長に報告した。俺は首を言い渡され、これから先の生活に不安を感じていた。中卒の俺を雇ってくれる場所なんて、そうそう見つかるはずないのに。すると後日、俺をはめた鈴木さんから電話がかかってきて、俺の名前は山田大輝。某食品メーカーの会社で営業をしている。この会社には中学を卒業してから勤めており、来年で勤続10年を迎えようとしている。今の時代、高卒でも学歴コンプレックスを抱くようになってきている中で、俺が高校へ行かず働くことにしたのには理由がある。俺は小学3年生の時に、両親を不慮の事故で亡くしている。俺には妹が一人いて、このことをきっかけに、兄弟ともども、母の姉にあたる、おば夫婦に引き取られることになった。しかし、俺と妹の光は、このおば夫婦のことがはっきり言って嫌いだった。なぜなら、おば夫婦が俺たち兄弟のことが嫌いだったからだ。両親が亡くなった後、誰が引き取るかという話し合いになった結果、父には兄弟はいなくて、両親もすでに他界していたので、自動的に母の身内が俺たちを引き取った。母の両親は、介護施設に入所することが決まっていたので、残った母のたった一人の姉であるおば夫婦が引き取ることになった。おば夫婦は母の死を悲しんではいたが、俺たちを憐れんではくれなかった。さらには引き取られ、おば夫婦の家に連れて行かれる道中の車内で、本当はあんたたちの面倒見るなんて嫌なんだからね。今まで通り、のびのびと暮らせると思わないでよ、と言ってきたのだ。妹はまだ幼稚園生だったので、この言葉の意味がわからなかったかもしれないが、俺はもう小学3年生で、子供とはいえ、意味を理解するには十分の年齢だった。その言葉通り、おば夫婦の実の息子である司とは、扱いがまるで違った。誕生日プレゼントは当たり前のようにもらえず、ケーキすらも用意してもらえなかった。クリスマスプレゼントは、司はゲーム機など、毎年豪華なプレゼントをもらっていたのに対し、俺と光には、5ミリ方眼ノート1冊と、鉛筆が数本。実の息子が贔屓されることに俺は納得していたのだが、小学校に上がったばかりだった妹は、あからさまに驚いていた。すると、おばが、なあに？文句でもあるの？もらえるだけ感謝しなさいよ、この居候が。親を失い、多少なりとも血のつながりがあるおばに引き取られた俺たちが居候呼ばわり。この時ばかりは、本当に心が痛く、俺も泣いてしまいそうだった。こんな辛い日々に、光はよく耐えていた方だとは思うが、たまにこらえきれずに、涙を流したりしていた。それも、おばに見つからないように、隠れるように。妹だけはどうにか救ってやりたい。そう思い続けた俺は、中二のある日、ついに決心した。光、兄ちゃん、中学を卒業したら働くよ。そうすれば、
来年にはこの家を出られる。だから、もう少しだけ我慢してくれ。そうして迎えた中学3年、俺はおば夫婦を今に呼び出し、光に約束したことを伝えた。俺、卒業後は働きに出ようと思っています。でも、俺には頼れる身内がおばさんたちしかいません。なので、同意書のサインと保証人をお願いしたいです。俺は土下座し、額を畳に強く押し付けた。おば夫婦の返答は早かった。いいわよ、それくらい。妹も連れて行きなさい。あなたたちがいなくなってくれるなら、こっちもせいせいするわ。嫌味混じりではあったが、了承してくれたことに、俺は安堵した。その後は、学校の先生にも協力してもらいながら、就活を始めた。中卒で、しかも15歳で、あまり職は選べないだろうと思っていたけど、光を養うためには、給料を妥協できなかった。就活は難航した。しかし、営業という契約数に応じてインセンティブがもらえる、いわば頑張った分給料に反映される仕事に絞った結果、一社だけ面接までこじつけることができた。俺はその面接に人生をかけるつもりで、万全の状態で臨み、その熱意が通じたのか、内定をもらうことができたのだ。苦労したが、これでようやくあの地獄のような日々から脱却できる。光はとても喜んでくれた。内定の知らせは、おば夫婦にも一応伝えたのだが、あんたみたいなのを雇う会社があるのね。と、蔑まれただけで、嘘でもおめでとうとは言ってくれなかった。卒業式の次の日から、俺たちは新生活をスタートさせた。就職先では、やはり入社して間もない頃は苦労を強いられた。中卒というだけで信頼できないと言われ、契約をなかなか取れず、悪戦苦闘の毎日。それでも、部署の社員には恵まれていた。先輩方の協力のおかげで、少しずつだけど着実に契約数が伸びていき、取引先からの信頼も高まりつつあった。契約が取れるようになると、営業という仕事を選んだきっかけでもある、インセンティブも増えてきて、収入も少しばかり増えた。苦しかった生活にも余裕が生まれ、光と俺は幸せな日々を送っていた。そんな俺の一番の目標は、光を幸せにすることはもちろん、大学まで行かせてやることだった。俺自身が中卒ということで、就活や業務で苦労を経験したこともあって、光には同じような経験をしてほしくなかったのだ。そのためには、もっと稼がなければならない。そう強く思っていた俺は、それからも仕事に精を出し頑張っていた。そんな中、俺の部署に、鈴木ひろみという女性社員が移動してきた。鈴木ひろみです。今日からよろしくお願いいたします。第一印象は、綺麗で礼儀正しい女性という感じだった。そしてその鈴木さんは、この部署で一番下っ端の俺の上司となった。綺麗な女性と一緒に仕事ができるなんて最高じゃないか。そう思っていたのもつかの間。こんなこともできないの？さすが中卒ね。ほんとどんくさいわね。これだから中卒は。
俺がミスをすることが悪いのだが、それにしても、ことあるごとに、鈴木さんは、中卒というワードを付け加えて俺を見下してきた。しかし、彼女はまだ大学を出て4年目だというのに、部長に就任するほど、仕事は誰よりもできた。俺は愚か、周りの先輩社員ですらも、鈴木さんに指図できなかった。そんな環境だからなのか、元からそういう人なのかはわからないが、鈴木さんは好き放題やっていた。気に入らない取引先がいれば、すぐに俺に押し付けるし、俺の契約件数は徐々に増えてきており、決して悪い数字ではなかったのに、もっと契約取って来いよ。この出来損ないが。と叫んだり、さらには、大口の取引先にしか出向かず、いい仕事はすべてかっさらっていくので、先輩社員も迷惑をこうむっていた。鈴木さんが移動してきてからというもの、うちの部署の雰囲気はどんどん悪くなっていった。その被害は事務員にまで及んでいた。特に女性事務員の堀田さんには当たりが強かった。膨大な量の事務処理を他の事務員に分配しようとせずすべて任せたり、それをやっと終わらせても理不尽なやり直しをさせたりと散々な目に遭わされていた。俺はその様子を見るたびに気の毒に思っていたので、一度だけ手伝おうとしたことがある。その時鈴木さんは、お前、自分の仕事もまともにできないくせに、おせっかいばっか焼いてんじゃねえよ。そんな暇があるなら、一つでも多く契約取ってこい。中卒は人情ばかりで使えないから困る。と、俺も散々な言われようで、漏れなく撃沈したのである。以前のような和気あいあいとした環境ではなくなったが、俺は光のために必死に鈴木さんに食らいついた。契約件数を増やすことを最優先に考えながら、契約してくれた会社へのサポートも怠らなかった。中でも、高橋商事という大手企業とは良い関係を築けていった。そんなある日の朝、いつも通り出社すると、事務所が何やら騒がしく、何事かと覗くと、大変！昨日山田が契約先のアポをすっぽかして帰ったみたい。てか山田はまだ来てないの？俺は鈴木さんの言う契約先のアポに心当たりがなかった。いつもメモ帳に書いているトゥードゥーリストにもその予定は入っていない。しかし鈴木さんは俺のミスだと騒いでいる。俺は誤解を解くため、事務所へ入った。おはようございます。あ、やっと来た。山田。あんたが昨日アポをすっぽかしたせいで、先方お怒りよ。もう契約は打ち切るって。やってくれたわね。これだから中卒は。そのことなんですが、昨日そのアポの予定を聞かされていませんし、そもそも、そこは僕が担当している会社ではないと思うのですが、言い訳が聞きたくない。聞かされていない？それはあなたが忘れていただけでしょう？それに、契約書類の担当にはあなたの名前が書かれているの。これでもあなたじゃないって言える？鈴木さんはそう言って、書類を俺の前に叩きつけた。書類を見ると、確かに俺の名前で契約が完了しており、
印鑑も押されていた。けれど、その書類にも見覚えはなく、本当に何のことだかわからなかった。いや、でも、いくら弁明をしても、鈴木さんは取り合ってくれなかった。そして、この方は、社長に報告させていただきます。ほんとバカって泣ける。底辺はやめちまえ。吐き捨てられるように言われた。俺はその日のうちに社長に呼ばれた。失礼します。おー、来たか。社長は厳しい表情をしていた。普段温和な人なので、相当怒っているのだと察しがつく。それでも俺は、誤解を解くために、必死に抗議をするつもりでここに来たのだ。しかし、鈴木部長から、普段の君の勤務態度だったり、契約の状況なんかはすでに聞いている。もう手に負えないと言っていた。今朝も、先方のアポを忘れて帰ったのに自分じゃないと言ってみんなを困らせてたみたいだな。数少ない契約先にも契約は打ち切られるし、他の社員にも迷惑をかけるしで、君という存在が職場の雰囲気を悪くしているとのことだ。うちの会社は本当なら高卒以上を条件に採用をしてるんだ。それでも君の熱意に免じて中卒でも採用したのに裏切られた気分だよ。鈴木さんは今朝のことだけではなく、俺の勤務態度までも嘘をでっち上げて報告していたようだった。勤務態度が悪いのも、職場の雰囲気を壊しているのも、すべて鈴木さんのことじゃないか。けれど今は、今朝のことから弁明しなければならない。社長、今朝のことでしたら何かの間違いです。僕はその会社の担当をしていませんし、アポの予定もありませんでした。なら、この書類をどう説明するんだ?そう言って社長が出してきた書類は、今朝、鈴木さんが俺に見せてきた覚えのない書類だった。その書類にも見覚えがありません。確かに契約件数は少ないですけど、その分、契約した会社のことはすべて覚えています。そうか、わかった。俺はほっとした。が、次の瞬間、首だ。え?自分のミスに責任を持てない人間は、うちに必要ないんだよ。じゃあ君は鈴木部長がこの書類を捏造したとでも言うのか?そんなことをする理由がどこにある?もし私がそのことを信じてやるとして、証拠はあるのかね?証拠。俺は何も言い返せなかった。残念だよ。そうして俺は、でっち上げられたミスによって、会社をクビになったのだ。社長室を出て事務所に戻ると、鈴木さんと目が合った。鈴木さんはニヤニヤと笑っていた。予想はしていたが、どうやら本当に鈴木さんがあの書類を捏造したようだった。俺が荷物をまとめていると、素直に認めていれば、こんなことにはならなかったのにね。と、鈴木さんがみんなに聞こえるようにそう言った。俺はこの時放心状態だったので、そちらには目もくれず。荷物をまとめ終えると、何も言わずに事務所を後にした。ただいま。お兄ちゃんお帰り。って何その荷物?ああ、首になっちゃった。
俺は必死に笑顔を作ってそう言った。けれど、ここまでこらえていた感情が、光の顔を見ると一気に爆発して、その場に崩れ落ちてしまった。光、ごめんな。光は何も言わず、俺が落ち着くまでそばにいて、背中をさすってくれていた。そして一息ついてから、その日にあったことをすべて話した。まあ、クビになったことに変わりはない。明日から次の仕事探しに行くよ。中卒の俺を雇ってくれるとこなんて、そうそう見つかるとは思わないけど。私も働けばいいよ。高校だって辞めたっていい。中卒でも、二人で働けば、生活もなんとかなるでしょ。この時、光は高校生で、俺が大学まで行かせてやると言ったものだから、それなりの進学校に進んでいた。そんなタイミングで仕事を失った俺は、このままでは光を大学に行かせられないと思い、さらに落ち込んでいた。予想していた通り、再就職先はなかなか決まらなかった。大体が書類選考で落とされ、面接まで進んでも、前職をクビになったということがネックになり、面接官は揃って苦い表情を浮かべていた。そんなある日、クビになった会社から電話がかかってきた。出ると、かけてきたのは鈴木さんだったのだ。どうかされましたか？山田くん、今大丈夫？すぐに会社に来てほしいんだけど。鈴木さんの声は弱々しく、電話越しでも疲れ切っていることが伺えた。俺は少しためらったが、よくよく考えれば、お世話になった先輩方にも挨拶をしていなかった。そのついでだと思って、俺は出社することにした。会社へ着くと、事務員の堀田さんに社長室に行くようにと言われた。失礼します。そこには社長と鈴木さん、そしてかなり貫禄のある、確実にどこかのお依頼さんだとお見受けできる男性がいた。よく来てくれた。こちら、高橋商事の高橋社長だ。高橋商事は、俺がよくしてもらっていた会社だった。しかし、高橋商事の社長に会うのは初めてだったので、全然気がつかなかった。あ、そうでしたか。失礼しました。もう辞めてしまったのですが、以前まで担当をしておりました、山田と申します。山田くんが担当でないなら契約を打ち切りたいと、今回足を運んでくださったそうだ。そうでしたか。でももう僕は辞めた身ですし。すると、それまで口を閉ざしていた高橋社長が、ようやく口を開き語り始めた。高橋は献身的に働いてくれて、当時経営難に陥っていた会社をたった一人で立て直してくれたんだ。おかげで経営は回復し、今では大手と言われるまでに成長した。事故で亡くなったと聞かされた時は本当にショックだったよ。そしたら、今の契約先の担当が大輝くんだと知って、心底驚いた。どうして、僕のことを？たかしが生前、君や君の妹のことを自慢げに話していたからだよ。息子の大輝が運動会のかけっこで1位を取ったんだ、とかね。だから、両親を亡くした君たちは今頃どうしているんだろうって、たかしを思い出すたびに思っていたよ。そんな時にだ、君がクビになったということを耳にしたものだから、
なぜクビになったのかを聞きに来た次第なんだ。うちの担当も君のことをすごく評価していてね。だからなおさらだ。社長からはある程度聞いているけど、君の口からも聞きたい。俺はこの際だから、以前社長に抗議したことに加え、鈴木さんのいびりがすごかったことも、すべてを晒すことにした。その途中、鈴木さんがそんなことはしていない、と話に割って入ってきた。証拠もないのに、でたらめ言わないで。その時だった。ちょっといいですか？事務員の堀田さんだった。堀田さんはそう言うと、そっとテーブルにボイスレコーダーを再生しておいた。その音声は、鈴木さんが俺や他の社員に向けて暴言を吐いているものだった。これに高橋社長は激怒。なんなんだこれは。この会社は、こんなことが許される組織なのか？そう言われた社長は、鈴木さんの方を見て愕然としていた。その鈴木さんはというと、目を泳がせて何も言えずに突っ立っていた。どうやら、大輝くんの言い分が正しいようだね。大輝くんは素晴らしい営業マンだ。そんな彼が担当ならと思って、100億円の大口契約を予定していたんだが、大輝くんはクビになったんですよね。残念です。そう言って高橋社長は立ち上がり、大輝くん、行こう。そう言って社長室から出て行った。俺も高橋社長に習うように社長室を出た。そしてその帰り、高橋社長と食事に行った。誤解が解けました。ありがとうございました。いやいや、君のような優秀な社員を大事にしない会社には、これ以上いてもしょうがないだろう。その後は、生前の父の話をたくさんしてもらい、懐かしい思い出に浸って、すごくいい時間を過ごした。そして帰り際、仕事は見つかったのかね？いえ、やはり中卒だからでしょうか。全く相手にしてもらえなくて、敗戦続きです。ならよかった。え？うちに来てくれ。君のような優秀な人材を、大卒ですら見つけるのは難しい。ぜひうちに来て、その腕で、かつてのたかしのように貢献してほしい。俺は迷わず、よろしくお願いします、と返事をした。それから数年後、俺は高橋商事の営業部で部長にまで昇進。周りや高橋社長から、社長の右腕だと言われるまでに成長を遂げたのだ。鈴木さんはというと、俺へのいびりが発覚したこと、取引先だった高橋商事との契約が打ち切られたことで解雇になった。今はゼロから平社員として働いているらしい。職場の雰囲気は安定したようだが、やはり鈴木さんのような勤務態度が許される職場なだけに、その後、経営難に。リストラや退職、転職により、誰も残らず、倒産してしまったようだ。学歴ではなく、実力で掴み取った成果を、俺は誇らしく思い、高橋商事に入ってから今まで、仕事が楽しくて仕方がなかった。そして働き始めた時からの目標であった、光を大学まで行かせるという目標も達成でき、今も二人で幸せに暮らしている。学歴による格差社会、それは今も昔も変わらない。だがもう一つ、今も昔も変わらないことがある。
それは、努力で人生は変えられるということだ。頑張ることに学歴は必要ない。自分を信じて、目標に向かってひたすら努力を続ければ、必ず道は開けてくる。馬鹿にされても、諦めそうになっても、そこから一歩、さらにもう一歩踏み出すことができれば、あなたの人生は、きっと、いい方へと進むはずだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お前、さっきの新入社員だよな。そうだけど。俺がそう返すと、目の前の男は明らかに不機嫌そうな顔をした。先輩には敬語を使えよ。男、黒田は俺のことを勘違いしているらしい。いいか、先輩の言うことは絶対だ。いいな。俺がもともと知っていた会社のことをベラベラと話したかと思ったら、先輩風を吹かせてくる黒田。勘違いしているとはいえ、どのみちこれは先輩としても良くない姿だ。俺、今月ちょっとやばいんだよね。5万円貸してくれない？返さないけど。そうにやりと笑って言ってくる黒田に、イライラが我慢に達していた俺はうなずいた。かしこまりました。じゃあ給料から天引きしときますね。はあ？俺の言葉に黒田はポカンとした顔をした。このあと彼は真実を知る、そして驚愕することになるのだった。俺は高石雄介、29歳の独身だ。今まで俺は支社で働いていたが、久しぶりに本社勤務となった。おお、ここが本社か。立派なビルだな。そして今日は初めての出勤日だ。おお、来た来た。おい、ゆうすけ。ああ、大地、久しぶりだな。職場に着くと玄関ロビーで友人の丸山大地が待っていてくれた。彼は俺の大学からの友人で同期入社した仲だ。入社時から二人で切磋琢磨し競い合っていた。いいライバルで仲間だった。待ってたぞ、ゆうすけ。お前とまた一緒に働けて嬉しいよ。ああ、俺もだよ。これからよろしく頼む。おう、ここには来たことなかったよな。社長室に向かいながら軽く車内を案内するよ。ありがとう。俺が以前に本社勤務をしていた頃は別のビルに間借りしていた。今では自社ビルを持つほどに成長したが、移転後の本社には今日初めて立ち入る。そんな成長した会社の社長は中川圭太。大学時代の先輩であり、俺と大地をこの会社に誘った張本人だ。社長の中川先輩だけど、全然変わってないぞ。マジか。じゃあ大変だったろ。ああ、たまに飲みに誘われるし。そうか。大学の頃もよく飲み会行ったよな。行った行った。お前あの頃酔っ払った勢いで告白したの覚えてるか？おい、それは黒歴史だって。しかも振られたし。そうだったな。自然と会話は若い頃の話になった。大地だって旅行先で一人だけ迷子になったじゃん。しょうがないだろ。ついつい気になって足止めたらお前らいなくなってて、あの時はマジ焦ったわ。声からしてテンパってたな。沖縄に行ったこともあったよな。あったあった。落ち着いた頃にまた行こうぜ。そうだな、行こう。今度こそ落ち着いてゆっくりな。話をしながら新しい本社を見回す。それにしても本当に立派になったな。ああ、入社した時なんか大変だったよな。
そうそう、あんまり仕事がなくてさ、食うものに困ってもやしばっかり食べてた。だよな。正直こんなに成長するとは思わなかったわ。あ、あそこが社食な。了解。入社当時は本当に苦労した。だが、あの時の経験があったから、今の会社と俺があるんだと思っている。それはきっと大地もだろう。あ、丸山部長。ん？ああ、黒田か。おはようございます。と、がたいのいい若手社員が大地を見て元気に挨拶してきた。ゆうすけ、彼は黒田光一、期待の若手だぞ。ええ。丸山部長、そちらは？黒田と紹介された彼は、怪訝そうに俺を見た。今日からここで勤務する高石だ。変な時期の採用なんですね。でもこれでやっと俺にも後輩ができる。大地の紹介に黒田は満面の笑顔で喜んでいた。ああ、いや、ゆうすけ、高石は後輩じゃなくて。黒田くん、ちょっと確認したいことがあるんだけど。あ、はい、今行きます。じゃあ俺はこれで。大地が訂正しようとしたが、黒田は他の社員に呼ばれて行ってしまった。あっちゃ、勘違いしたままじゃないか。そうだな。まあ後で訂正しよう。とりあえず先輩のところに行くか。だな。あんまり待たせると今度は何されるかわかんないし。そうそう。俺たちは顔を見合わせて社長室に向かった。失礼します。おっと、大地とゆうすけか。そうか、今日からだったな。悪い、ちょっとこれから出なくちゃいけないんだ。社長室に入ると中川社長が今まさに出かけようとするところだった。お久しぶりです。忙しそうですね。何かあったんですか？ああ、ちょっとトラブルがあってな。すぐに向かわないといけないんだ。中川先輩は申し訳なさそうに俺を見た。それでもバタバタとすぐに出られるように準備をしている。悪いが、ゆうすけ、また後で。ええ、俺は大丈夫ですよ。大地、お前も来てくれ。はい。ゆうすけ、一人で大丈夫か？大丈夫だって。社内を見て回ったり書類を読んだりしてるから。悪いな。お前に見てもらいたい書類はデスクの上に置いといたからな。はい。アキラがとりあえず代理してくれるから、何かあったら聞いてくれ。俺は慌てたように出ていく二人を見送った。中川先輩が言っていたアキラ、鈴木アキラというのはこの会社の専務だ。中川先輩の幼なじみで、学生の頃から中川先輩のサポートをしている。鈴木先輩。おう、高石。そうか、今日からだったな。悪いな、バタバタしてて。いえいえ、なんかあったんでしょ？しょうがないですよ。そう言ってもらって助かる。向こうから戻って早々悪いが、いろいろと頼むぞ。わかりました。そういえば、鈴木先輩も？ああ、その予定だ。俺の方は丸山に頼んである。そうでしたか。それから鈴木先輩に挨拶を済ませた俺は、二人に話した通り過ごしていると、昼休憩の時間になった。確か、社食はあっちだったな。俺は頭の中の地図を頼りに社食に向かった。従業員たちの雰囲気を見てみたかった、というのもある。が、一番を案内してもらった時に、うちの社食はカレーがうまいんだよ。そうなのか。そう、マジでうまくておすすめ。後で食べてみろよ。うまくてびっくりするぞ。どんだけ自慢なんだよ。と自慢していたから、せっかくだしそのカレーを食べようと思ったのだ。あ、お前さっきの。声に振り返ると、そこには先ほど出会った黒田がいた。黒田はまっすぐに俺に近づいてくる。お前さっきの新入社員だよな。
そうだけど、勘違いしているせいか気安く話しかけてくる黒田。向こうが年下ということもあり、俺はそう返した。すると黒田は明らかに不機嫌そうな顔をした。先輩には敬語を使えよ。はあ。そうだけど、じゃなくて、そうです。だろ？先輩に対する礼儀がなってない。後輩は先輩の言うことを聞くべきだ。つうわけで、大盛りのカツ丼を買ってこい。自分で買えばいいんじゃ。席を取っといてやるから、さっさと買ってこいよ。そう言うと、さっさと黒田は去っていく。もちろん、カツ丼代はもらってない。仕方ないか。ここで突っ立っててもしょうがない。俺は自分のカレーと黒田のカツ丼を購入することにした。おい、新人、こっちだ。ああ、はい。黒田に呼ばれ、彼と同席することに。この会社はもともとは違うところにあったんだが、今じゃこんな立派なビルに移転してる。それだけこの会社大きく成長したんだ。そうですね。ここまで大きくなるのは大変だったらしいぞ。何せ当時はまだ流行ってなくて、仕事を取るのも苦労したそうだ。食事を始めると、黒田がこの会社についてつらつらと語り始める。とはいえ、当時からいる俺にとっては知っている話がほとんどだった。適当に聞き流しながら、俺は大地が自慢していたカレーを頬張る。確かにうまい。野菜は少し大きめで食べ応えがあるし、辛みもちょうどいい。自慢するだけあるな。先輩ってのはお前より立場が上だ。だから先輩のことは従え。はあ。いいか、先輩の言うことは絶対だ。いいな。話はだんだん先輩を敬えという話に変わっていったと思うと、黒田がにやりと笑った。俺、今月ちょっとやばいんだよね。5万円貸してくれない？返さないけど。は？思わずあっけに取られてしまった。あははは、なんつう顔だよ。なあ、いいだろ。たった5万だぞ。そんな俺に黒田はゲラゲラと笑っている。ここまでバカにされるなんて、さすがにもう我慢できない。俺は目の前の無礼な若者にイライラしていた。かしこまりました。じゃあ、給料から天引きしときますね。は？笑顔で言い放った言葉に、笑っていた黒田が今度はポカンとした。経理に話しておきます。そう告げ、俺は残っていたカレーを平らげて席を立った。おい、待て、どういうことだ？黒田が追いかけてくるが、無視して食器を片付けた。あ、いたいた、祐介。大地、今戻ったのか。おう。そこにちょうど大地が帰ってきた。カレー食べたか？俺が勧めるだけあってうまかっただろ。ああ、そうだな。と、黒田？一緒だったのか。あ。大地が俺を追いかけてきた黒田を不思議そうに見る。どうかしたのか？あ、いや。大地、ちょうどよかった。話したいことがあるんだ。俺は大地に全てを話すことにした。話？なら場所移すか？ああ、いや、ここで大丈夫。そうか？黒田となんかあった感じか？いや、大したことじゃないよ。それでさ、この黒田くんが5万貸してほしいんだけど、返さないって言うんだ。それで給料から補填するって言っただけだ。はあ？大地は意味がわからないという顔で黒田を見た。どういうことだ？いや、これはちょっと、先輩のことを部長に告げ口するなんて、どうかしてる。そう怒る黒田に、大地はため息をついた。落ち着け。訂正しなかった俺も悪かったが、
高石はお前の後輩じゃないぞ。は？後輩じゃない？だって今日からここでって。大地になだめられた黒田は困惑したように俺たちを見ていた。高石雄介はな、次期社長に任命されて本社に戻ってきたんだよ。その言葉に黒田は驚愕の表情を浮かべた。次期社長？こんなに弱そうな奴が社長とかありえない。いや、社長に強いとか弱いとか関係ないだろう。黒田の言葉に思わずツッコミを入れた。弱そうと言われて自分の姿を思い浮かべる。確かに俺はいわゆる童顔だ。身長だって平均より低い。学生の頃から同い年のはずの大地と一緒にいても、なんか高石と丸山って同い年に見えないよな。本当、友達なんてパッと見じゃわかんない。友達っていうより兄弟って言われた方がピンとくるかも。そんな風に言われていた。高石って年齢不詳だよな。そうそう、言っちゃ悪いけど威厳もね。学生時代の友人に何度も言われた言葉。自覚はあるが、その分少し気にしている。雄介はな、俺と同じ同期入社で大学の先輩だった社長や専務と共にこの会社を立ち上げたメンバーの一人なんだよ。そんな。中川先輩は学生時代に起業し、彼に可愛がられてた俺たちはその時から手伝っていた。ゆうすけ、大地、待ってたぞ。先輩、今日から改めてよろしくお願いします。ああ、こっちこそ。今日から後輩じゃなくて正式な社員として頼んだぞ。二人には頑張ってもらわないとな。今まで以上に頑張らせてもらいます。卒業してからは社員としてこの会社の発展のために尽くしてきた。中川先輩に振り回されたり、仕事となると厳しくなる鈴木先輩に追い込まれたりして。雄介、頼みがある。はい。フィリピンに行ってくれないか。フィリピンですか。ああ、そろそろ海外進出しようと思ってな。その拠点としてフィリピンに事業所を作ることにしたんだ。それでお前にその責任者を任せたい。数年前、俺は中山社長の事例でフィリピン支社に責任者として行くことになった。慣れない土地でもフィリピン語を専攻していた俺は言語に困らず、現地の従業員とうまくやっていた。やっぱり雄介に任せて正解だったな。ありがとうございます。アキラも褒めてたぞ。あの人も褒めるんですね。確かに仕事には厳しいけど、アキラはお前らのこと認めてるぞ。それにより海外進出は成功し、会社の業績はうなぎ登りになった。で、今回俺が次期社長として本社勤務になった理由は。ユウスケ、俺別にやりたいことができた。はあ、それで？それで他の会社を立ち上げることにした。え、はい、別の？じゃあ今の会社はどうするんですか？そこでお前に任せたいんだよ。ゆうすけなら信頼して任せられるからな。まだ社長は30歳と若いのに。いや、若いからこそ今の会社を俺に任せ、新しく起業することにした。そのため新しい社長として俺が日本の本社に呼び寄せられたのだった。そんな、俺は後輩じゃなくて新しい社長に。黒田、雄介は確かに見た目は弱そうに見えるかもしれない。おい。だけど俺よりも優秀なのは確実だ。だからこそ現社長は雄介を呼び寄せたんだ。俺たちの話を聞いた黒田は呆然としていた。先輩なら後輩を導くもの。後輩は先輩の言うことを聞く道具じゃない。後輩が先輩の言うことを聞くのは
その先輩を敬うからだろう。もっともです。俺が諭すように言うと黒田はうなだれてしまった。十分に反省してるらしい。確かに先輩だからって威張られて怖かったから従ってたけど、敬っている人なら自然ということを聞けてたしな。俺が間違っていました。先ほどの威張った感じは消え、すっかり小さくなっていた。この先新入社員が入ってきてもあのような態度をとってはいけない。尊敬される先輩にはおのずとみんなついてくるものだから、そんな人間を目指してくれ。え、俺あんな態度とったから辞めさせられるんじゃ。期待の若手なんだろ。ああそうだな。なら今回のことは不問にしといてやる。で、何か困っていることがあるなら相談に乗るから何でも言ってくれ。高石さん、本当にありがとうございます。俺あんな失礼なことをしたのに本当にすみませんでした。俺高石さんについていきます。これからよろしくお願いします。ああ頼んだぞ。はい、必ず役に立ちます。その日俺が次期社長となり、現社長は別事業を立ち上げることが発表された。もともと社長の中川先輩は好奇心旺盛で何でも自分でやりたいタイプだ。先輩との出会いももともとは彼が立ち上げたサークルに入ったのがきっかけだった。へえ、お前ら見込みがあるな。ありがとうございます。なあ下の名前は。祐介です。俺は大地です。祐介と大地だな。よし、これからお前らも俺に付き合えよ。え、付き合えって。悪いな二人とも、啓太はそういうところあるから。気に入られたってことは二人とも優秀なんだろうし、まあ諦めてくれ。そんな感じで俺たちは気に入られ、可愛がられて、いろいろと声をかけられた。祐介、大地、ちょっと付き合え。え、何ですか先輩。またですか。ああ、今度は沖縄に行くぞ。悪いな、付き合わせて。どうしても二人を連れてくって聞かないんだよ。そのため、学生の時から俺や大地は振り回され続けた。鈴木先輩もなんだかんだ言いながら巻き込んでたし。祐介、大地、俺、アキラと一緒に起業することにした。ついにですか。先輩ならいつかやりそうだと思ってましたよ。だろ？だけど、学生だからな。人手が足りない。だから、二人の協力が欲しい。わかりましたよ。もちろん、手伝います。起業の際にも、俺たちは真っ先に声をかけられて、手伝っているうちに、立ち上げメンバーになっていた。しばらくは中川先輩に振り回されることもなくなるな。しみじみ言うなよ。確かに振り回されてきたけど、これからは鈴木先輩に頑張ってもらおうか。感慨深くつぶやくと大地は苦笑して言ってきた。それからやることを終えて会社を出る。高石さん。ああ黒田。すると黒田が会社の前で待っていた。あの、本当に申し訳ありませんでした。反省してるのならもういいさ。それで謝りに来ただけか。いえ、あの話を聞いてほしいんです。ああわかった。俺は黒田を連れ近くの店に入ることにした。それで話って、もしかして金のことか。え、はい、実は俺今生活に困っていて。黒田は言いづらそうに話してくれた。俺シングルマザーの家庭で育ったんです。親父はどこの誰かもわかりません。顔すら覚えてないです。そりゃ大変だったろう。まあそれで俺にはまだ高校生の弟と中学生の妹がいるんです。お袋は俺たちを育てるために一生懸命働いてくれました。
朝早くから遅くまでいくつも仕事を掛け持ちして、俺もバイトとかしてたんですけど、お袋には相当負担がかかっていました。俺は普通の家庭で育ったから、そういった苦労は感じたことがないが、黒田自身も苦労したのだろう。どこかくたびれた顔をしていた。それでお袋は最近体調を崩すようになって、今入院しているんです。それは心配だな。ええ、過労だそうです。それで俺が一人で家族を養ってる状況なんです。正直ギリギリなんですけど、兄弟たちの学費も稼ぎたくて、それで副業として夜遅くに工事現場で働いてるんです。確かにうちの会社は今や世界に通じている大手だが、若手である彼では生活費と入院費を稼ぐので精一杯なのだろう。高石さんは海外にいたとお聞きしました。ああ、そうだな。多少きつくてもいいです。稼げる方法を教えてください。お願いします。黒田は俺に頭を下げた。このままだと弟の受験に間に合わないんです。お願いします、高石さん。必死に頭を下げて懇願する黒田。あの時どうして5万円を貸してほしいと言ったのか、彼の話を聞いて理解した。それと同時にガテン系のように体が鍛え上げられている理由も分かった。そりゃ毎晩工事現場で働いてたら嫌でも鍛え上げられるだろう。俺の弟はすごい優秀なんです。あいつなら上の大学だって目指せるんです。だから大学に行かせてやりたいんです。そのためならどんな仕事でもやります。俺体力や頑丈さには自信がありますから。そうか、まあ確かに心当たりはある。だけどな、優秀な社員をよそに引き抜かせたくないな。そう言って笑えば黒田が顔を上げた。悪いようにはしないから少し待っていてほしい。はい、わかりました。それから調査によって黒田の言っていたことは本当だと分かった。黒田、次こっち。はい。夜の工事現場で一生懸命に働く姿を俺自身も目撃していた。さすが黒田だ、頼りになるな。ありがとうございます。きついはずの仕事をそんな様子を一切見せずに働く黒田。そんな黒田は翌朝には、おはようございます、今日もよろしくお願いします。何もなかったように元気に挨拶をして仕事に励んでいる。黒田くん、こっちいいかな。はい。そっち終わったらこっちもいいか。はい、すぐに行きます。昼でも夜でも頼られる彼、体力のある黒田であるからできることなのかもしれない。だがこのままでは倒れてしまうのではないかと心配になるほどだった。それは俺も思っていた。ゆうすけの言う通り、夜明け近くまで働いて数時間だけ寝て出社してるらしい。このままだと母親のように過労でいつ倒れてもおかしくない。大地も彼のことを心から心配しているようだった。これは早急に進めないとな。俺は考えていることを進めるために動き出した。社長になった俺は必ずやると決めていることがあった。それは社内の福利厚生の一つとして、社員の子供や兄弟に向けての無利息の奨学金を制度化することだ。成績や内申での審査はあるが、進学や留学のための学費を捻出するためのもの。またこの制度を利用して進学を受けたもので、希望があれば卒業後に会社に採用されることとした。この制度の導入で会社は優秀な人材を獲得することができるようになり、社員のモチベーションも上がった。真っ先に制度を受けるように声をかけた黒田も、もちろんこの制度を利用している。彼の弟はこの制度を使い有名大学に進学、今は経済を学んでいるそうだ。いずれは海外で働きたいって言ってるんですよ。そんな彼が入社を希望してくれてたらいいなと
俺は願っていた。そして黒田はすっかり俺を信頼し尊敬してくれるようになった。お前に言われた件で変わったよ。少し前に入った新人に丁寧に仕事を教えてて、すごい慕われてるぞ。へえ、そうなんだ。まあ弟のことで焦ってなきゃ普通にいいやつそうだしな。そうそう、それにあのガタイだし、ボディーガードも兼ねて俺の助手にしたいくらいだよ。そう言って笑う大地も黒田のことを気に入っているらしい。それにしてもそれもいいアイデアじゃないか。そんなことを俺も思い始めていた。あれから黒田とよく話すために食事に行くことがある。その時に、そういえば黒田は何かやってたのか、結構体引き締まってるけど。ああ、俺柔道部に入ってたんですよ。それで体力と気合だけはあるんですよ。そんなことを話した。ちなみに空いた時間で時々柔道をやっているらしい。それで工事現場での仕事を辞めた後も体が引き締まってるそうだ。そんな彼ならボディーガードとしても有能なんだろうな。それから数年後、俺は社長として盤石な地位を築いていた。黒田は専務となった大地の直属の部下として俺を支えてくれるようになった。実は先日不審者に襲われそうになった際、黒田は得意の柔道で犯人を取り押さえた。それで警察から感謝状をもらったくらいだ。まさかあの時の大地の言葉が現実になるとは思ってなかったけど、あの時の黒田はすごかったな。やめてくださいよ。俺もともと体育会で中学、高校、大学で先輩にだいぶしごかれてたんですよ。だから先輩の言うことは絶対というのが残ってしまっていたのだろう。しかしその悪しき慣習を忘れ、今では誰からでも慕われる理想の先輩となっている。そんな彼の弟もこの会社に入社し、今ではフィリピンで活躍している。弟も高石さんに恩義を感じてるんですよ。それでその分を仕事で返そうと張り切ってるんです。そうか、それはありがたいけど無理するなって伝えといてくれ。お前たちは無理して頑張る傾向にあるから。承知しました。あれ、黒田か。声をかけられて振り返ると、がたいのいい男が立っていた。え、あ、監督。監督ってもしかして工事現場時代の。そうです、久しぶりだな。声をかけてきたのは当時副業していた先の現場監督だったようだ。この前新聞でお前のことを見てどうしてるのかと思ってたんだ。新聞？不審者捕まえて警察から表彰されたんだろう。それでしたか。現場監督に言われ、黒田は照れくさそうにしていた。と現場監督は黒田をじっと見つめた。いいところに拾ってもらったな、黒田。え？あの頃のお前は家族のために少しでも稼ぎたいと言ってたし、事情があるんだと思ったから雇っていたが、正直働きすぎていつか倒れるんじゃないかって思ってたわ。現場監督もですか。え？あんたも思ってたのか。はい、みんなから頼りにされてたし、何でも一生懸命だったけど倒れないかとヒヤヒヤしていました。それ実は弟たちにも言われたんです。そんなにわかりやすかったですか。そういうわけじゃないさ。お前は働き者だったからみんな心配してただけだ。そう言い現場監督と共に笑う。それに黒田は照れたように苦笑していた。そんな出会いから数日後。久しぶりだな。そっちも順調そうで何よりだ。鈴木先輩から連絡があった。ちなみに中川先輩の方の事業も大成功したらしい。彼に引き抜かれていった鈴木先輩がいろいろと教えてくれた。相変わらず周りを振り回してるけど、それがあいつらしいんだよな。そうそう、高石たちの方に頼みたい仕事があるって言ってたぞ。どうやらまた俺はあの先輩に振り回されそうだ。そのことを大地に話したら
彼も苦笑していた。本当、中川先輩らしい。だな。今度は黒田も巻き込んでみるか。そういえば、相変わらず祐介は年齢不詳だよな。どういう意味だよ、それ。お前って相変わらず童顔じゃん。黒田と並んでも、どっちが年上かわかんねえぞ。うるさいな。社長として働いて長くなったが、威厳というのはそう簡単にはつかないらしい。相変わらず大地と俺は同い年には見られない。それどころか鍛えているせいか黒田とも兄弟に見えるらしい。ちなみに俺は結構気にしてる。俺も鍛えたら少しはマシになるか？手遅れだろ。だよな。せめてもう少し威厳があればな。思わずそんなことを思ってしまった。そして予想通り俺たちは中川先輩に呼び出された。黒田を巻き込んで中川先輩たちの会社を訪れる。お久しぶりです、先輩。相変わらずらしいですね、中川先輩。お久しぶりです、中川前社長。ああ、久しぶり。そっちは当時でも期待の若手って言ってた黒田か。はい、黒田光一です。元気でいいな。お前たちが連れてきたんだ。優秀なんだろ。はい。あ、ありがとうございます。さ、早速話をしよう。中川先輩からの頼み事というのは、今度コラボして商品を出そうというものだった。それなら、なあ、大地。俺も考えてた。黒だ。はい。この件、お前に任せてみようと思う。これなら海外を巻き込むのもいいな。弟の方とも連携してやってみろ。俺でいいんですか？黒田だから任せたいんだ。頼んだぞ、黒田。はい。この案件はフィリピン支社とも連携し、大成功を収めた。それにより俺と中川先輩の会社は、さらに名を知られることに。俺は、社員を大切にする会社は、社員がしっかり働いてくれる会社だと思っている。高石さん、丸山さん、こっちの案件なんですけど。ああ、ありがとな黒田。本当に助かるわ。いえいえ、俺はこの会社、高石さんたちに救われたんですから、これくらい当然ですよ。会社のために尽くしてくれる社員をこれからも大切にしていきたい。お兄ちゃん。あれ、どうした？母さんまで連れて。今日はお祝いを兼ねて外で食べようと思って。あ、高石社長。高石社長さん、こんにちは。はい、こんにちは。私もいつかこの会社に入るのが夢なんです。そうか、楽しみにしてるよ。ああ、そうだ、今回の報酬に休暇と臨時ボーナスを出すことになった。今度みんなで弟のところに行ってやるといい。本当にありがとうございます。もちろん社員の家族もその対象である。これからも社員とその家族のため働きやすい会社を作ろうと俺は改めて誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。クソガキは仕事しとけ。ほら、バスの座席表見てみろ。お前の席はないぞ。お前の分は不参加で提出してやったんだ。店舗で新車に囲まれている方が幸せだろ。俺ってば気が利くよな。新卒で入社した会社の社員旅行で、俺だけバスの座席がなく課長に問いただすと、課長はそんな俺を見て、あざ笑いながらそう言った。俺がお前の分まで楽しんできてやるからな。しまいには、ショックを受ける俺に、さらに追い打ちをかけるように、そう言われてしまう。今更予約し直して社員旅行に参加できるわけでもないので、俺は泣く泣く店舗に戻ることに。しかしその後、社員旅行先である高級旅館にて、社長が到着した社員に慌てて聞いて回っていた。俺の息子、見てないか？
俺の名前は佐藤雄一。小さい頃から車が大好きで、父親も車が大好きな人だった。それに、ものすごく車のことには詳しくて、俺が、あの車に乗ってみたい、と言ったものには必ず乗せてくれるなど、小さい頃からいろんな車種に乗せてくれていた。俺は、そんな父親の背中を見るように育つ。車の知識を教えてくれると、それをどんどん覚えていった。車の博物館にも何回も連れて行ってもらって、父親と車を通して楽しい思い出をたくさん作っていった。俺が車を好きな理由は父親のおかげでもあるが、父さんの昔話を聞いた時から始まった。俺の父親も車好きな父親のもとで育っていた。俺にとっては祖父にあたる人だ。戦後の廃墟の中で、さっそうと走る車が目に飛び込んできて、目を引かれたらしい。特に自家用車は復興の象徴で、そんな車に憧れを抱いた祖父。そして祖父はそんな車に携わる仕事がしたいと思い立って、車の整備士の仕事に就き、それに人生を捧げた人だった。父親も俺も、そんな祖父の生き方に感銘を受け、影響されたのだった。現在販売されている車は、どんどん環境負荷の少ないものになっている。これからのことを考えると、環境負荷の少ない車の販売を特に推し進めている車ディーラーに就職したい、と思う気持ちが俺の中で強くなった。そういった車の販売を進めていくことで、今後の日本の環境にも貢献していけるのではないかと考えた。言うなれば、車の新時代を作っていけるのではないかと、俺はさらに意気込んだ。それから、月日はさらに流れて、俺は大学では経営学部に進んだ。佐藤くんって、好きなタイプの女の子っているの？好きなタイプの女の子？いないなぁ。立ち居振る舞いも堂々としていると言われることも多い。告白も何回かされたし、自分で言うのもなんだが、女子にもモテた。しかし、大学の間は、特に彼女を作ることもなく、学業とアルバイトに専念した。研究室では、車と経済の未来をテーマに研究をし、学部賞を受賞するほどに、車愛は健在。とにかく車が好きで、知識はいくらあっても物足りない。だから勉強は怠らないというより、怠れないタイプだった。アルバイトでは、高級イタリアンで接客の仕方を学ぶ日々を送っていた。そして、大学の経営学部を卒業すると、その県全体に販売店舗を持つ車のディーラーに無事採用され、俺は入社した。新卒社員のほとんどがそうなのだが、新車販売店舗に営業として配属される。俺もその一人だった。接客も4年間のイタリアンでの経験を存分に活かすことができ、スムーズに仕事に打ち込むことができた。商品知識も車好きなのと、日々の情報収集で豊富な知識量を持つ俺。そのおかげで、入社して早々、新卒の中で群を抜いた販売成績を上げたのだった。佐藤、お前すごいな。よかったら俺にも車のこと詳しく教えてくれよ。頼むからさ。おい、抜け駆けはずるいぞ。佐藤、俺にも教えてくれ。もちろんです、先輩方。そんな仕事熱心な俺を、先輩たちはとても可愛がってくれた。それに、年の近い先輩の中には、新車の知識について、俺に聞いてくる人もいた。上司に同じ質問をすると怒られるけど、後輩である俺には何回聞いても怒られない上、説明も上手だ、と褒めてくれた。佐藤くん、先輩たちから教え上手だって聞いたわ。よかったら、私にも教えてくれないかしら。もちろんいいぜ。やったー。今度なんかおごるね。同期入社で、同じ店舗に配属された立川恵里も、たびたび商品のことを俺に教えてもらっていた。エリが特に聞いてくるのは環境性能のことだった。とはいえ、いくら車が好きだって、どんなことでもわかるわけではない。販売員としては、
車そのものの知識だけでは足りないのだ。カップのコースとか専用クレジットカードの特典とかについてはそんなに詳しくないため、立川と共に勉強したり先輩に聞いたりして勉強をした。なんだろう、立川と一緒にいるとすごく楽しい。きっとこれが恋なんだな。こんなに楽しくて胸が熱くなるなんて知らなかったや。そんな立川と共に頑張るうちに、俺は次第に立川に対して恋心が芽生える。だけどなかなか告白するタイミングがつかめず、未だに友達という関係だ。あ、ごめん、手が当たっちゃった。痛くなかった？うん、大丈夫、平気。勉強している途中で互いの手が触れた場面があったのだが、立川はどこか照れている感じだった。それを見て立川も俺のことを気にしてくれているといいなと思いながら、俺はいつか立川に告白することを自分自身に誓ったのだった。しかし店舗には唯一俺をよく思わない人物がいた。それは課長の山野健介だった。彼は知識のある俺のことを、経験もないのに頭でっかちのクソガキと評し、何かと嫌がらせをする上司だった。佐藤、これ今すぐ済ませてくれ、頼むよ。え、もう定時過ぎてるんだけど。例えば定時が過ぎて帰る用意をし始めた俺に仕事を押し付けたり、俺が接客しているお客をかっさらっていったり、新車のパンフレットを俺にだけ配らないなど、嫌がらせは数知れず。思えば思うほどストレスに感じてため息しか出てこなかったが、なんとか耐えられる嫌がらせだったので、俺はわざわざ上には報告しなかった。だが、それも毎年春に行われる社員旅行の日を迎えるまでのことだった。うちの会社では、毎年春に新入社員の歓迎も兼ねて社員旅行が行われることになっていた。毎年交代で各店舗に留守番社員を置くのだが、新入社員は歓迎される立場なので、絶対に旅行に参加することになっている。俺と立川は新入社員のため必ず参加となっていた。俺はこれは立川に告白するチャンスだとウキウキしながら当日を迎え、社員旅行の集合場所へ向かった。集合場所は会社の駐車場で、俺が到着した時まだみんなは来ていなかった。時計を見ると予定の集合時間より30分前だ。どうやら張り切りすぎて早く着いてしまったようだ。まだかまだかと社員のみんなを待っていると、そこへ次に来たのは山野課長だった。数々の嫌がらせを山野課長から受けてきたので苦手意識はあったものの、さすがに社員旅行の日まで嫌がらせはしないだろうと安易に考えてしまった俺は、山野課長におはようございますと元気に声をかけて挨拶をした。しかし山野課長から帰ってきた言葉に俺は絶句することになる。山野課長は俺に気づくなり、なんとも嫌な笑みを浮かべて、ある表を俺の前にちらつかせた。嫌な予感がする。こんなところで何やってるんだ、クソガキは仕事しとけ。ほら、バスの座席表見てみろ。お前の席はないぞ。お前の分は不参加で提出してやったんだ。店舗で新車に囲まれている方が幸せだろ。俺ってば気が利くよな。嫌な予感は的中し、山野課長はよりにもよって社員旅行当日に思う存分俺に対して嫌がらせをしてきたのだ。座席表を山野課長から奪い取った俺は目を凝らしてよく見てみる。だが俺の名前は本当に記載されていなかった。しかも高級旅館の予約も俺だけされていないという。こんなことまでするなんて驚いたし、立川に告白できなくなると思った俺は絶望する。ショックのあまり、本当は俺はみんなから嫌われているのではないかと自分自身を疑ってしまったほどだ。当日になって参加が認められるわけでもないと思った俺は、ここで課長と揉めても仕方ないと落胆し、立ち去ることを決意する。わかりました、では俺は店舗に戻ります。おう、そうしろそうしろ、俺がお前の分まで楽しんできてやるからな、などと山野課長には去り際までそんな風に言われ、なおさら落ち込んだ。
移動して店舗内に入ると留守番社員である先輩に、え、どうしてここに？お前旅行はどうしたんだよ？と心配されたが、俺は準備してきた荷物を見られているのもあって、すいません、ちょっと具合を悪くしてしまって休憩所で少し横になってもいいですか？と苦笑しながら答えた。先輩は俺の体をいたわりながら休憩所へ案内してくれた。具合なんて悪くないのに、仮病を使って先輩に心配かけさせるなんて悪かったが、なんとなく本当のことは先輩には言えなかった。それから、山野課長にはバスには乗れないと伝えてありますので報告は大丈夫ですと先輩に念を押して言う。気を使ってくれる先輩だから、もしかしたら山野課長に報告する可能性を考えて、俺は先手を打ち、先輩と山野課長を接触させないようにした。そんな俺を疑いもしない優しい先輩は、わかった、お前はそんなこと気にしなくていいからゆっくり休めよ、良くなったら後で旅行先に行けば大丈夫だからと俺を安心させるように話した。優しい先輩にすごく罪悪感を感じたが、これも俺のことで余計な騒ぎを立てないため、そう思えば何とか耐えられた。俺以外の新入社員や社員さんたちには純粋に旅行を楽しんでもらいたい。そして俺はしばらく休んだふりをして先輩に声をかけた後、思いついて自分の車で社員旅行の行き先である海沿いの温泉町へ行くことにした。こうなったら自腹でみんなと同じ旅館に泊まるしかない。そう思い立った俺は、車に乗り込む前に社員旅行先の高級旅館に当日でも宿泊できるか問い合わせしてみたのだ。すると運よく一部屋空いていたとのことだったので宿泊できるそうだ。実費は痛いが貯金があったので大丈夫だとしばらく車を走らせる。今頃みんな高級旅館で荷ほどきをしたり温泉に入ったりしてるんだろうなと想像してまた落ち込んだ。でも悲しんでいても仕方ない。美味しそうな漁師飯をいただけるお店にでも途中に寄って気分を紛らわせようとしたのだった。一方その頃高級旅館では社長が、俺の息子見てないか？と見当たらない自分の息子を探しながら社員のみんなに聞いて回っていた。新入社員たちにも聞くが、社長の息子さんですか？どの方ですか？と初耳で混乱し始め、息子のいる店舗のスタッフに聞いても、え？と誰のことだか分かっていない様子であった。すると社長に一本の電話が入る。社長はその電話の内容を聞いて安心したらしく、みんなに連絡が来たからもう大丈夫だと話すと自分の部屋に戻っていくのであった。あの生意気な佐藤がいないだけでこんなに旅行を満喫できるとは、まるで俺の天下みたいな気分だな。ここまではしてやったりの山野課長は、そう独り言をつぶやいた後、大きな顔をして部下を引き連れ温泉に入ったりビールを飲んだり高級旅館を思う存分に楽しんでいた。一方で俺の姿が一向に見えず、立川は心配そうにしていたそうだ。でも俺に LINE をすると、遅れていくから大丈夫だよと返信が来る。立川はその返信を見てとりあえずほっとしたのだった。久しぶりに会う同期とのおしゃべりも楽しかったからだろうか、立川は遅れる理由などはそれ以上俺に追求しなかった。そして夜の宴会が始まる。まずは社長の温度で乾杯。それから社長が昨年度の経営成績と今年度の目標について語った。その後社長は、この春息子が入社しましたので紹介いたします。ほら、入ってこい。と言って息子に部屋に入ってくるよう促した。襖を開け、宴会場へ入っていったのは俺。見知った俺を見て社員たちのどよめく声が聞こえる中、俺はみんなに改めて自己紹介をする。改めまして、新人の佐藤雄一です。社長の息子だということは今まで皆さんに内緒にしていてすみません。今後新車店舗、中古車店舗、高級車店舗、板金センター、
本社管理部の順で移動していく予定なので、いろいろ教えていただけますと幸いです。社員のみんなに頭を下げ、挨拶を終えると、俺に拍手を送る社員たち。その拍手があまりに大きかったためびっくりしたが、歓迎されているようだ。ただ、一人を除いては。俺の視線はある一点のみを捉えた。俺が社長の息子だと知り、震え出す山野課長だ。それもそうだろう。あれだけ嫌がらせをしてきたこと、後悔してももう遅いのだから。それにしても、なんでお前は途中参加だったんだ？宴会の後で、なぜ途中参加なのかを社長である父に聞かれ、俺はこれ以上隠すことを諦め、父に全てを話すことにした。それから、父が事実を知って数時間後、すでに夜の12時を回っていたが、山野課長は父に部屋に呼び出される。なぜここへ呼び出されたのか心当たりがあるようで、滝のように汗を流しており、明らかに動揺している山野課長。父はそんな山野課長に鋭い視線を送っていた。最初は驚いたよ。旅行先についても予約しているはずの息子の姿は見えないし、息子の行方を社員たちに聞いても、息子はみんなに社長の息子だと伝えていなかったしで。それについてはわざわざ自分のことを話さなくてもいいと思ったもので。俺がそう言い訳すると、山野課長から今度は俺に鋭い視線を送る父。ここはこれ以上口を挟むのはやめといた方が良さそうだ。まったく。しかし、どういうことかね、山野課長。新入社員は全員参加と決まっていることは知っていただろう。なのに、うちの息子をわざと参加から外したらしいじゃないか。まあ、うちの息子ということはさておき、新入社員歓迎会でもある旅行で、大事な新入社員を仲間外れにした罪は重いぞ。と叱られた山野課長は、顔も上げられず正座をしていた。そんなものを上に立つ役職にはつけておけない。追って辞令を待つように。続けてそう父から言われた山野課長だが、それに納得できなかったのか反論をする。待ってください社長。いくらなんでも辞令は。それに、私が息子さんに嫌がらせをしたという証拠は終わりですか？証拠を提示してもらっていないのに、おいそれと納得できません。お言葉ですが、私は一切息子さんに嫌がらせをしたことなど、一度もありませんよ。証拠を見せられていないという理由で、まるで息を吹き返したように山野課長は堂々とそう言い切った。どうやら辞令と言われて、意地でも会社にしがみつくようだ。しかし、父もそんなことは想定済みだったのか、やけに冷静だ。それはまるで、証拠は存在しているかのように。証拠なんて俺は知らないが、本当にそんなものがあるのだろうか、と不安になる。俺は山野課長の嫌がらせを我慢するだけで、嫌がらせを証明できるものは何も持っていない。ましてや、山野課長に嫌がらせを受けていたと父に打ち明けたのは今日が初めてだ。まさか、俺が打ち明ける前に父は知っていたのか？と、俺がぐるぐると思考を巡らせている中、父が、そうだな。だが、証拠ならある。君、彼女を部屋から呼んできてくれ。と、そばにいた女性の秘書に伝えると、秘書は、かしこまりました。と言って部屋を後にする。一体、誰を連れてくるのだろうと思っていると、それから数分後に部屋のノックがし、社長、彼女をお連れしました。と戻ってきた女性の秘書から声がかかった。ああ、中に入ってくれ。と、父が返答し、中に入るよう促すと、部屋の扉が開く。それから、部屋にいる三人の視線がそちらに集まる。失礼します。聞き慣れた声が聞こえてハッとする。なんと、女性秘書と共に緊張気味に入ってきたのは立川だった。みんなが寝静まっている時に来てもらってすまないね。いえ、これも佐藤くんのためですから。立川、どうしてここに？父と会話し、部屋に入ってきた思わぬ人物に俺は驚いた。それが立川だったからだ。立川は、驚いている俺を見て穏やかに微笑んだ。
実は以前からお前が山野課長から嫌がらせを受けていると彼女から聞いていてな。今回証拠を押さえてもらうために協力してもらったんだ。ごめんなさい佐藤くん、知っていたのにすぐに助けられなくて。いや、俺の方こそ巻き込んでしまって。立川の登場があまりにも衝撃的すぎて思わずぎこちなくなる。父はお互い気を使っている俺たちを見て微笑ましそうにしていた。一体いつから立川に協力を得ていたんだ親父。私から証拠を抑える？一体何を言って。言い逃れはできませんよ山野課長。私はこの目であなたが佐藤君に嫌がらせをしていたのを見ました。そしてその時にとっさにスマホのカメラを回していたんです。立川はスマホを取り出すと動揺している山野課長に突きつけた。スマホの画面に映った動画は今朝の俺と山野課長とのやりとりだった。こんなところで何をしているんだ。クソガキは仕事しとけ。ほらバスの座席表見てみろ。お前の席はないぞ。お前の分は不参加で提出してやったんだ。店舗で新車に囲まれている方が幸せだろ。俺ってば気が利くよな。俺に座席表をちらつかせて嘲笑っている山野課長を改めて見るとなんだか腹立たしい。あの時少しでも怒っていれば何か違っていただろうか。これは劣気とした証拠になるような山野課長。ましてや私という証人もいます。他の人にも聞けばおそらく日頃からあなたが佐藤君に嫌がらせを行っていた目撃者も出ることでしょう。私は偶然ではありましたが本日以外にも一度見たことがあります。なので今回社長にご相談した次第なのです。いかがでしょうか山野課長。これでもまだあなたがやっていないと言えますか。動画の再生が終わり一部始終を見た俺たちは山野課長の返事を待った。山野課長は淡々と言った父と立川の言葉に押されまたもや滝のような汗を流して黙りこくっていたが認めるわけにはいかないのか再び口を開いた。先ほどの映像で私が言っていたことは認めます。ですが佐藤が社長の息子だと知っていたら私は嫌がらせなんてしていませんでした。知らせなかった社長たち親子には果たして非はないんでしょうか。もはや山野課長の言い分は責任転嫁だ。父はやれやれと言った様子でそれを一刀両断する。君は本気でそんなことを言っているのか。え？言っていれば嫌がらせをせず接し、言っていなければ平気で嫌がらせを行う、と。とんでもないことだな。社員の前に人としてどうなんだね。そう、それは。やれやれ、そんなこともわからないなら、もはや君は人として問題だよ。出直してきなさい。父はこれ以上は付き合いきれないと山野課長を部屋から追い出した。山野課長はうなだれたまま暗がりの廊下をしばらく歩いた後崩れ落ちるようにその場にへたり込んだのだった。どうやら父の言った言葉が痛烈だったらしく朝社員のみんなが起きて気づくまでずっと廊下の隅の方で放心状態だったとか。俺は証拠を抑えてくれた立川と父に感謝をした。いろいろあったが結果的に笑顔で旅行を終えることができそうでよかったと思うのだった。それから翌々日旅行から戻ると会社の掲示板に辞令が出ていた。山野課長は課長職を解かれうちの会社で地味な部署とされている倉庫係の平社員に降格となっていた。辞職も考えたようだが妻子に食べさせるために会社に残らざるを得なかったという噂である。そういえばお前と仲がいい立川さんだが、山野課長がお前に嫌がらせしていると突然社長室を訪ねた時は驚いたよ。それはもう彼女は必死でさ、すぐにこの子は雄一のことが好きなんだなって思ったよ。そう父さんに言われた時は焦った。は？何言ってるんだよ父さん。俺と立川はただの同期で、それに立川がそんなこと思っているかどうかなんて父さんにわかるわけないだろう。慌てて弁解すると、どうやら逆効果だったらしい。なおさら、俺と立川の仲を怪しんだ父は、ニヤニヤと笑みを浮かべた。その感じだと、お前も立川さんのことが好きなんだな。わかるぞ。あの子、良い子だもんな。
でも、お前がそんな調子じゃ、告白もまだなんだろ？うるさい、父さんには関係ないだろ？そんなことはない。早く結婚して俺を安心させてくれよ。結婚って話が飛躍しすぎなんだよ。そもそも付き合ってすらいないのに。はは、やっぱり立川さんと付き合いたいと思ってるんだな。雄一は本当にわかりやすいな。今度はケラケラと笑い出す父。つい答えてしまった俺は自分を呪ったが、立川に告白できていない俺の背中をまるで押してくれているような気がした。頑張れよ、雄一。満面の笑顔を浮かべて俺を応援する父に、俺はくすぐったい感じを覚えると、もうそれ以上は何も言わなかった。旅行が終わってしばらく経った頃、旅行で社長の息子ということを明かしてから、なんとなく立川とは少し疎遠になっていた。黙っていたことをきっと怒っているだろうなと思うと、悔やんでも悔やみきれない。立川には、俺が社長の息子であることは、初めから言っておけばよかったんじゃないかと俺はくよくよしていた。立川には山野課長のことで助けてもらったのに、俺がこんなんじゃダメだと自分に喝を入れ奮い立たせる。謝って立川に許してもらいたい。俺は休憩中立川を呼び出すと外に連れ出して、社長の息子だったことを黙っていてごめんと頭を勢いよく下げて立川に謝った。立川は予想外の反応で、なんで謝るの？とびっくりして、あの後あまり話しかけないようにしてたのは、怒っていたからではなく、そんな身分違いの人に慣れ慣れしくしては失礼かと思ったから。と言い、俺の単なる勘違いだとわかり、心底ほっとした。そんなことは全然ない。よかったら、これからも仲良くしてほしい。俺は、必死にそう伝えると、鼓動が早く脈打つのが分かった。旅行先では色々あって告白すらできなかったが、今なら言えると緊張を振り切って、俺は言葉を続けた。立川のことが好きです。こんな俺だけど付き合ってください。勢いに乗って告白までしたが、返事を待つ間がとても長く感じられた。俺に告白された立川は驚いて、少し照れていた。期待は膨らんだが、立川はそれから小さな声で、答えは少し待ってほしい。必ず返事は返すから。と言って走り出し、仕事に戻っていった。俺はそこでもまた勝手に、すぐに立川が返事できないのは不甲斐ない俺のせいだ、と思ってしまうのだった。数ヶ月後、俺は予定通り中古車店舗に移動が決まった。今いる店舗のみんなにお世話になりました、と挨拶して店舗を後にする。結局、あれから立川から返事はなく、進展すらなかったので、振られてしまったのだな、と落ち込んだ俺。ショックのあまり、なんだか立川に呼ばれたような幻聴まで聞こえてくる。佐藤くーん！しかし、それがはっきり聞こえてくると、俺は我に返った。俺を呼ぶ声がさらに遠くから聞こえてきて、俺は背後を振り返る。すると、ヒールにスーツのスカートを履いているにもかかわらず、全速力でこちらに走ってくる立川が見えて、俺は驚いた。立川？一体どうして？あの時の告白の返事はイエスだよ。返事が遅くなってごめんね。将来社長夫人になる可能性もあるわけだから、その重責を考えたら、簡単に答えを出せなかったの。と、俺の元にたどり着いた彼女は笑ってそう答えた。俺はそんな彼女を見て胸がいっぱいになる。それはつまり、社長夫人になる重責よりも、俺と共に歩んでくれる道を立川は選んでくれたのだから。それでも俺を選んでくれたんだね。ありがとう、本当に。重責なんて考えさせないほど、俺、ちゃんと立川のことエスコートするから。本当に？絶対だからね、佐藤くん。満面の笑みで俺の名前を呼んだ彼女は、俺に小指を差し出した。俺も彼女に釣られて笑うと、彼女の小指に自身の小指を絡ませて、約束を交わしたのだった。俺たちが晴れて恋人同士になった数年後、
中古車店舗から高級車店舗と板金センターを経験し、本社管理部所属となった俺。次々と異動で、新しい知識や業務を覚え続けなければならず、正直しんどいことも多いが、社内のことは全部知っておきたいという気持ちで一心不乱に頑張った。エリも、そんな俺を応援してくれていて、差し入れを持ってきてくれたりしていた。デートを重ねていくうちに、お互いのことを名前で呼び合うようになり、同棲も始め、ゆくゆくは結婚も考えている。たまに、エリのウェディングドレス姿を想像して、ほうけてしまうことがあり、上司に注意されたことがあるぐらい、俺たちの仲は順調だった。子供も欲しいな。どっちに似るだろうか、とか、女の子だろうか、男の子だろうか、どっちにしてもエリに似て可愛いだろうと、仕事中にまた想像してしまって、上司に再度注意を受けることになるのは言うまでもない。そして、さらに数年後、30歳を迎える年で、俺は専務に昇格した。もちろん、社長の息子であるから、というのは昇格理由として大きいのだが、どの店舗でも、どの部署でも、誰よりも努力して成果を出し続けてきたので、社員のみんなも、俺の昇格を心からお祝いしてくれていた。専務という立場になっても、おごらずに初心を忘れず、車に携わっていきたい、と考えている。もちろん、散々お世話になってきた社長である父のサポートも、しっかりしたいと意気込む。時々、父は、エリとの結婚はまだかとか、孫の顔を早く見たい、と冗談っぽくせがまれるが、父親からの愛情を感じて胸がいっぱいになる。車のことでいつも頭がいっぱいだった父も、今や俺の将来のことで頭がいっぱいのようだ。それからさらに数年後、まるで父に応えるように俺はついにエリと結婚をした。父は嬉し涙を流し、これで親孝行ができたかと思えるほど感動してくれていた。仕事では社員たちの中で専務である俺に直接言いづらい不満をエリが吸い上げてくれるようにもなり、すっかり将来の社長夫人の役をしてくれている。夫婦で助け合ってこの会社をもっともっと盛り立てていこう。俺は父の背中を見ながらそう誓ったのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。中学までしか卒業できなかったお前には似合いの水ぼらしい店だな。いじめと貧乏に耐え母と開いた小料理屋を侮辱した同級生、あまりの理不尽に諦めかけたけど、次の瞬間、俺は鈴木隆、冴えない工場勤務の男だ。今日もベルトコンベアから流れてくる部品を一つ一つ点検していく。本当は高校に行ってみたかったけれど、家庭が貧乏なのと若くして苦労を重ねてきた母を早く支えたい気持ちがあったから、残念そうな進路指導の先生には申し訳ないけれど、俺高校には行きません、働きます、と宣言した。先生は、鈴木は真面目だし勉強もできるから本当に惜しいよ、でもお前が決めたことなら頑張るんだぞ、と背中を押してくれた。先生もうちの家計が苦しいのを知っていたので、それ以上食い下がることはなかった。我が家の貧乏には理由がある。俺の両親は俺の物心つく前に離婚し、俺がまだ幼いこともあって母はなかなか働きに出ることができなかった。離婚の原因は父の女遊びだ。母は毎日のように泣いていたのも俺は知っている。うちを貧乏にして俺たち親子に辛い思いをさせた父を憎むこともあったが、祖父母が俺たち親子を引き取って面倒を見てくれたおかげで何とかやってこれた。この祖父母だが、夫婦で小料理屋をやっていた。地元の常連さんだけで成り立つような、利益なんて出ないような売り上げだったけど、常連さんには美味しいと評判のお店だ。祖父は時折店自慢の料理を母と俺にご馳走してくれて、戦争の時にはご飯が食べられなかったから
食べるものを提供できる人になりたかった、と嬉しそうに語った。祖父は昔ながらの人で、弱い者いじめは絶対にしちゃいかん。辛い目にあってもやり返すな、男ならな、と教えてくれた。利益が出なくても、貧乏でも、家族を好きでいられた思い出の一つだ。でも学校では、貧乏を理由にいじめられることがたくさんあった。毎日同じ服ばかり着て、髪もボサボサだった俺は、貧乏菌がうつるから近くに来るな。お前の母ちゃんブスだから離婚されたんだろ。貧乏人が学校に来ていいと思ってんの？と、心ない言葉を浴びせられることもあった。特にいじめの主犯格にあたる加藤というやつがひどくて、俺の提出するはずだった宿題の名前を書き換えて提出したりしても、貧乏人の価値なんてどれだけ低くても変わんねえんだよ。と、悪びれる様子もなく、時にはお金を取られることもあった。加藤は成績優秀、スポーツ万能で、誰も逆らえず、担任の先生も見て見ぬふりをしていた。俺は祖父の教えを守り、決してやり返さなかった。家族に、貧乏のせいでいじめられている、なんて相談できなかったし、味方がいないのも悔しかったけれど、祖父の教えを心のよりどころに乗り切ることができた。あいつら弱い者いじめしかできない卑怯者だからな、という思いで、なんとか踏ん張った。中学卒業後に就職してからは、仕事ができる年齢になった今は、月に一度、ちゃんとお金を払って祖父母の店に食べに行く。俺の大好物は、銀だらの煮つけ。お店で一番の人気メニューだった。トロトロに煮られた銀だらが口の中で柔らかくほどけて、ご飯が進む絶品だ。美味しいものを食べる楽しみや、家族との交流に癒されながら、仕事をこなす日々だ。工場での仕事は、初めのうちは覚えることもたくさんある上、その合間に雑用を押し付けられることもあり、とても大変だったが、くじけたら家計を支えられないため、なんとか踏ん張った。5年もすると仕事にはもう慣れてきていた。俺が25歳になったある日、工場には加藤という上司がやってきた。なんとそいつは、俺のことを昔いじめていたグループの主犯格のあの加藤だった。俺の存在に気づいた加藤は、会って早々、俺は社会に出て数年で管理者になったけど、お前はまだ下っ端の低賃金労働者かよ、と相変わらず見下してくる。確かに加藤は高学歴のエリートで、中卒の自分とでは立ち位置に明らかに差がある。その上加藤には、とある会社の社長令嬢で、美人の彼女と結婚目前で。逆玉残し確定だわ。お前にはこんないい女どころか、低学歴は需要ないし、一生独身だろうな、と俺に向かって煽ってきた。大人になってもあの頃のままの性格の加藤は、ことあるごとに理由をつけては俺に嫌がらせをしてくる。中学を卒業してから10年以上頑張ってきた工場の仕事だが、俺は仕事に行くのが憂鬱になっていた。そんなある日の仕事中、祖父が倒れたとの連絡があった。仕事はまだ残っていたが、早退させてもらい、すぐに病院に駆けつけると、母と祖母はもう先に着いていた。祖父は病院のベッドに背中を預けて休んでおり、おお、たかし、びっくりさせてすまんな。この通りもう大丈夫だ。と、命に別状はないことを祖父にも母にもアピールしていた。しかし祖父の左腕には点滴がつながっていて、祖母は辛そうな顔をして、俺と母に、もう体力的には小料理屋を続けてはいけないことを打ち明けた。祖母は、もともと大して売れてる店じゃなかったし、そろそろ店じまいかね。常連さんには申し訳ないけどね。と、寂しい笑顔で言った。すると母が、私がお店を継ぐわ。父さんと母さんが信念を持ってやってきた店を潰すわけにはいかないもの、と言った。祖母は、そりゃあなたが継いでくれるんなら嬉しいけど、一人じゃ厳しいんじゃ。
人を雇う余裕なんてうちにはないよ。そんな祖母には俺が、じゃあ俺がやるよと声をかけた。そうして俺と母は小料理屋を継ぐことになった。そうと決まれば早いに越したことはない。俺はさっさと長年勤めた工場に辞表を出した。俺が辞める時も加藤は何やら不快なことを言ってきたが、大好きな祖父母の店を母と一緒に再生させることに夢中でまるで気にならなかった。それからしばらくは初めて工場に勤め出した頃の日ではないほどの忙しさだった。俺は祖父母からお店の経営の仕方を教わり、母は祖父にお店のメニューをコツコツ仕込んでもらっていた。もともと料理上手だった母はすぐに看板メニューの銀だらの煮付けも再現できるようになり、俺は今まで以上に店を繁盛させようと SNS にも力を入れた。やがて店は地元でも評判の美味しい小料理屋として繁盛するようになったが、店が繁盛するずっと前から来てくれているお客さんがいた。その人はいつもパリッとしたスーツを上品に着こなしていて、気に入ってくれているのかお決まりのメニューは銀だらの煮付け。食べ終わるとにこやかに、ごちそうさまでしたと言ってくれるのだ。昔からの常連さんたちにも、新しく来てくれるようになったお客さんにも、今の繁盛ぶりを喜んでもらえて、俺たちは充実した日々を過ごしていた。そんなある日のことだった。時刻は夜の7時ごろ。店は常連客や評判を聞きつけてやってきたお客さんで活気づいていた。ガラガラ。また引き戸が開いて、俺と母は、いらっしゃいませ元気よく声をかける。すると、え？お前、鈴木か？聞き覚えのある声、見覚えのあるスーツ。店の入り口に立っていたのは加藤だった。おいおい、お前、仕事を辞めて今頃どこでどうしてるかと思ったら、こんな汚い店で働いてたのか。俺は、まさかこんなところでまで再会すると思わず、言葉が出ない。加藤は母が調理するカウンターや小上がりのある奥の畳、手前のテーブル席をざっと見回して、ま、中学までしか卒業できなかったお前には似合いの水ぼらしい店だな、と小馬鹿にしたように言い放った。俺と加藤との間に流れる不穏な気配を感じ取ったのか、近くで食事をしていたお客さんたちが心配そうな目線を送ってくる。そうだ、俺とこいつは今、上司でも部下でも何でもない。俺は勤めて何事でもない風を装って、お久しぶりです。近くまで来られたんですか？と声をかけた。ヘラヘラしやがって。お前は変わらないな。相変わらずイラつくやつだ。まあいい。彼女と近くでデートしてたんだけど、どこも空いてなくてね。案内してくれる？もしかして、前婚約されてるっておっしゃっていた彼女さん、外でお待ちなんですか？そうだよ。お前みたいな負け組とは一生縁のない上流階級の美人さんだ。失礼のないようにな。俺は痙攣する口角を自覚しながら、かしこまりました。今たまたま奥の畳のテーブルが空いてますので、そちらにご案内しますね。どうぞ。すると彼女さんが店内に現れた。もう遅いよ加藤さん、あたしお腹空いちゃった。加藤の態度が嘘のようにコロッと変わった。ごめんね、奥の席空いてるって。ここでどう？加藤の彼女は確かに美人だった。サラサラのロングヘアに高級そうな仕立てのワンピース、誰もが知ってるであろうブランドのロゴが入ったハンドバッグを身にまとっていた。え？ここにするの？なんだか古いし汚くない？私、いつも連れて行ってくれるようなフレンチがいいのに。美人だが、性格はあまりよろしくないようだ。俺は加藤の口元が引きつったのを見逃さなかった。汚いところでごめんね。また今度埋め合わせをするよ。ほら、鈴木、早く案内しろ。カップル揃って失礼極まりないが、俺は耐えた。それにしてもこいつら、
自分たちの発言で他のお客さんが眉をひそめていることに気がつかないのか。怖がりの他のテーブルにはいつもの上品なスーツ姿の常連さんが食事をしていて、俺は軽くお辞儀をしてから加藤たちを隣のテーブルに案内した。案内してからも二人はうるさかった。おい、なんだこのせんべい座布団は。こちらは社長のご令嬢だぞ。俺たちをバカにしてんのか。しかもこんな古い畳なの。ストッキング汚れちゃう。すみませんね、うちの店はこれでやらせていただいてるので。さあ、ご注文を受けしますよ。いちいち真に受けていたらキリがないので、俺は注文を受けることにした。品数が少ないな。どれが一番人気なんだ。銀だらの煮つけがおすすめですね。今の時間帯なら定食にできますよ。じゃあそれを2つ。かしこまりました。注文を受けた俺はカウンターで調理する母に向かって、銀だら定食2つと元気よく伝えた。母も、はい、銀だら定食ねと元気よく答えてくれる。下町の料理屋らしい声かけだが、加藤の彼女にはお気に召さなかったようで。ねえ、貧乏くさいと嫌そうな顔をした。耐えろ、俺こんな居心地悪そうにしているぐらいなんだから、きっと料理を食べたらすぐに店を出るだろう。数分して母の料理が終わり、俺は湯気の立つ銀だら定食を二人の前に並べた。真っ白でツヤツヤに炊き上がったコシヒカリ、熱々で合わせ味噌が踊る絹ごし豆腐とわかめの味噌汁、食べやすいように普通より細かく切られたきんぴらごぼうにはレンコンも入っている。ぬか漬けは自家製でみずみずしくてしょっぱくない。上に柚子の皮が乗っている。メインディッシュの銀だらの煮つけは口に含めばとろけ、サラサラの魚の脂が浮いたタレはご飯が止まらない。祖父母が始めて、母と俺が次、たくさんのお客さんに愛されてきた品々が乗った一膳だ。俺は嫌に緊張しながら二人に配膳した。お待たせいたしました、銀だら定食です。加藤はつまらなそうに口に含んだ。加藤の彼女も一口食べた。加藤さん、何これ、ぐちゃぐちゃで気持ち悪い。女のいぐさに俺は耳を疑った。確かに皮も真っ黒で見た目もキモいな。貧乏人のゴミ料理だろ。有名店の美食で舌の肥えた君によくこんなもん出せたもんだよな。そこまで言うか。確かにうちはボロくて古くて綺麗な流行りの店じゃない。でもうちの料理を好きだと言ってくれる人もいるんだ。祖父母が、母さんが貧乏しながら一生懸命作ってきた味なんだ。俺の思い出が詰まってる、大好物なんだ。加藤のセリフに便乗して、加藤の彼女もひどいことを言ってきた。こんな残飯レベルのまずい煮込みが人気メニューですって、バカじゃないの。でもここ駅の近くだし立地は悪くないね。ねえあなた、鈴木さんだっけ。誰がやってんだか知らないけど店主に言っといてよ。うちのパパ中園不動産系の社長なんだけど、この店引き取ってあげようか。こんなつまんないお店続けるよりずっといいお金で。ダメだ、もう耐えられない。学生の頃も社会人になってからも耐えた。でもこれは無理だ、目の前が真っ赤になりそうだ。ごめんじいちゃん、俺人生で初めて人を殴ります。俺があまりの暴言に拳を振るいそうになった瞬間、隣に座っていたスーツの紳士がテーブルに拳を打ちつけた。バン大きい音がする。いつもにこやかにごちそうさまと言ってくれる上品な紳士は静かに怒りに震えていた。なあ君たち、さっきから聞いていれば私の大好物をまずいだのなんだの、店の人への侮辱も聞くに耐えない。君たちの舌がどれほどのものか知らないが、誰が何と言おうとおかみさんの料理は美味しいし、たかしくんの接客も素晴らしい。
紳士は静かに立ち上がり、二人に向かって名刺を見せた。あまりこういうやり方は私の主義じゃないんだが、君、中園不動産のご令嬢と言ったかね。私はこういうものだ。加藤の彼女は名刺と紳士の顔を何度も見返して青ざめた。立花藤次郎、パパの会社の親会社の会長さん？加藤も名刺の名前と社名を見て、みるみるうちに青ざめた。立花藤次郎、以前の工場勤務時代に聞いたことがある。かつては一代で会社を上場させた立花重工の敏腕社長で、雑誌にも載った本物の上場企業の経営者。今は会長として一線を退いたと聞くが、今でも日本のあちこちでセミナーを開いている。うちの部品も納品していたので、加藤が今でもあの工場に勤めているなら取引先のうちの最大手である。加藤は今まで俺が見たこともないような顔色をしていた。真っ青を通り越してもはや白い。君のお父上から君が芝浦部品の幹部候補と婚約していると話は聞いていたが、まさかこんな無礼で情けない男だったとは。スーツの紳士改め立花さんはため息をついて俺の方を見た。たかし君、彼とはどうやらもともと知り合いのようだね。さっきまでの流れるような侮辱を見ていると日常的にあんな態度を取られていたんじゃないかと思ってしまうんだが。はい。あ、てめ、やはりか。立花さんは静かな怒りをたたえ二人に語った。君たちが生まれる前の話だ。私が上京して会社を起こしたばかりの頃はお金がなくて食事を抜く時もあった。でもこの辺りは昔は安くて美味しいご飯屋さんがたくさんあって、ずいぶん助けられたよ。中でも高志くんの祖父母はよくしてくれて、会社がちょっと軌道に乗り始めて、とんかつなんか食べられるようになった時聞いてみたんだ。こんなに美味しいんだから値上げをしてみてもいいんじゃないかってね。私なりにもっとお金を払って恩返しがしたくて。そしたら高志くんのおじいさんは、俺は俺の飯をうまそうに食ってくれる人に食べてほしいから値上げはしない、上京したての頃の君みたいになって言うんだよ。物価のせいで多少値段は変わったけど、商売ってのは金だけじゃないだろう。昔はそんな気骨のある人がたくさんいたけど、今はこの辺りで昔から残っている店はここしかなくなってしまった。それでいて店主があんな昔ながらの人だから、私たち常連はこの店を潰さないために足しげく通っているんだよ。いくらでも美味しい料理を私も知っているが、ここの銀だらの煮つけのうまさにかなうものを私は知らない。お嬢さん、君は普段食べているものがどうやってできているか考えて食べたことはあるかね。あったら彼にあんな侮辱はできないはずだ。私たちの愛する店をそんな風に言う君たちのことは許せないね。立花さんはふっと息をつき、中園さんと芝浦さんとは付き合い方を改めさせていただこうと言った。店内は立花さんへの拍手と俺たちの応援であふれた。私もじいさんの代から大ファンだよ。僕はおかみさんの揚げ出し豆腐大好き。一方で加藤たちカップルは修羅場だった。加藤は激高し彼女に詰め寄った。おい、お前が中園不動産の社長の娘だってバラさなきゃこんなことにはならなかったんだぞ。は？私のせいにするつもり？あんただってそこの鈴木なんたらのこと散々バカにしてたじゃない。都合が悪くなるとすぐ当たり散らすのね。お前こそちょっと気に入らないことがあるからっていつまでもダダをこねるなよ。お前みたいなわがまま女、家が金持ちでなきゃ誰も相手しねえから。黙れブス。こっちだってあんたが高学歴の出世組じゃなかったら相手しないから。もう帰る。んだとこのクソ甘。二人は言い争いながら出て行った。あ、無銭飲食じゃん。立花さんは、たかし君、身元が割れてるんだから後からいくらでも償わせることができるじゃないかとにっこり笑った。
その笑顔がいつもの立花さんの笑顔と違って、そこ知れず怖かったのは気のせいだろうか。後日、風の噂で加藤はうちでの無銭飲食と、俺が抜けた後も別の社員をターゲットにして遊んでいたことがバレて懲戒免職になり、最大手の取引先とのやり取りに大打撃を加えたとして、関連企業からは軒並み出禁を食らっている。立花さん傘下の企業を含めたら、もうまともな企業は彼を雇ってくれないんじゃないか。あの加藤が今さら散々見下していた低賃金労働に耐えられるのだろうか。そして加藤の元彼女中園優子の性格についてはその両親も悩みの種だったらしく、まだ若い娘の後世を願って奈良県の山奥の旅館に住み込みで修行に出されたらしい。かつては宿坊も兼ねていたというその旅館の教育はとても厳しいと聞くが、俺の知ったこっちゃないな。今日も相変わらず立花さんは銀だらの煮つけで一杯やっている。なあ高志くん、うちの傘下の旅館で修行してみる話考えてくれてる？俺は笑って、うちは庶民派ですから、それにじいちゃんが俺と母にしてくれたように、今度は俺がこの値段でしか食べられないような家庭の子にうまい飯をご馳走する番なんで。そっか。立花さんは満足そうにうなずいた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。